こんにちは。次男画坊の守り神、良い子の味方、額縁仮面、フレームザマスクです。さて、今日もあなたに画家の名言を一つお教えしたいと思う。今日はパブロ・ピカソの名言です。私は対象を見えるようにではなく、私の思うように描くのだ。私は対象を見えるようにではなく、私が思うように描くのだ。なるほど。ピカソはそういう思いで絵を描いていたんですね。まあ固定観念にとらわれずに、ね、空が青じゃなきゃいけないとか、そういう固定観念にとらわれずに自分の思ったように描く。まあこんな境地にたどり着けるのはほんの限られた人ではないでしょうかね。でもぜひあなたもそんな風に絵を描いてみてください。はい。では、本日もあなたのハートに情熱のフレームを、ガクフレームザマスクでした。では、またねー。